皆さんこんばんは、新倉正幸です。よろしくお願いいたします。今回の話題はですね、 FBI のですね、トランプ邸捜索事件の理由がですね、徐々に明らかになってきましたので、それについてですね、お話しさせていただきます。今回のですね、トランプ邸のですね、捜索事件はやっぱりそんな理由だったのかというなね、感じです。次のですね、大統領選挙の最有力候補を、潰すのにですね、行われたと見ていいと私は思います。そしてですね、その理由なんですが、トランプ邸のですね、機密文書300点余りにですね、懸念が強まり、家宅捜索にと、なっているんですが、通常ですね、機密文書の内容に懸念があって家宅捜索が行われるとかだったらわかるんですが、明らかに、なってきた情報で、機密文書のですね、内容ではなくて機密文書の数がですね、司法省の強い懸念に火をつけたと、そういった情報が出てきました。これはね、もう本当に嫌がらせだと思います。機密文書の内容ではなくて機密文書の数で、懸念を抱いて家宅捜索に及んだと。そしてですね、本当かなと思う人がいると思うので、このソースはですね、動画の説明欄に貼っておきますので、ぜひ見ていただきたいんですが、本当にね、どんな手を使ってでもトランプをですね、大統領にさせない、立候補させない、そういう力がですね、強く働いています。数で懸念を抱いて捜索に及んだら、いくらでも捜索ができてしまうと思います。そしてですね、ちょっと話は変わるんですが、一方以前ですね、オバマさんはですね、ホワイトハウスから3300万ページをですね、持ち出していると話題にもなっていますので、もう比べたらですね、本当にね、トランプ大統領への嫌がらせだと私は思っています。そしてですね、そんな、手を尽くしてですね、反トランプ筆頭のですね、リズ・チェイニーさんなどを、支援していたわけですよ。民主党員がですね、チェイニーさんを勝たせるために、共和党に登録してですね、中間選挙の予備選にですね、勝ってもらおうと、何が何でも、今回ね、FBI を使ってでもですね、やっていたんですが、もちろん結果は皆さんご存知の通り、トランプ推薦候補の、ダブルスコアなのかなといった圧勝で、トランプ推薦候補が勝っています。そんなね、何が何でも、トランプ叩きがですね、マスメディアも政治でも行われていますが、何が、いろんなね、行われていますが、トランプ推薦候補がですね、多く勝っているのが現状です。で、そんな中ですね、トランプの逆襲がね、まだまだ続いています。中間選挙の本選がですね、11月8日あたりにですね、あるんですが、まずはですね、9月4日、日本時間ですね、おそらく朝なんですが、トランプラリーも開催されます。RSBN チャンネルで検索していただくと、YouTube でですね、現在でも、視聴の放送枠が設定されていますが、最後までやるところはね、未知数なんですが、トランプのですね、逆襲は続いていますので、今後もですね、どうなるのか、皆さんとですね、一緒に見ていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。今回はですね、とんでも理由な、理由でですね、家宅捜索が行われたと。これはね、ソース付きでありますので、動画のね、説明欄もぜひ見ていただけたらと思います。
動画を見ていただきましてありがとうございます。